飛び斬首剣の武器特性首への攻撃ダメージに追加補正加えてバフ盛りクリティカルなら分身は一撃で葬れる行くぞエブレ次は斧を狙う了解ですわ残りは分身5体と本体こっちの残り攻撃数はあと7回マジックエッジ制限はもう一つ5分を超過すればオーバーヒートの影響でステータスは大幅にダウンし敵を一撃で倒せなくなってしまうだがその前に決着をつけてみせる エムルのサポートがあるとはいえあの手数をさばき続け反撃まで最強士の討伐は伊達じゃないのええじゃろ我らの策に乗ってやるけ残り攻撃回数2回残るは杖持ちの本体のみだやっぱり本体は俺だけじゃ無理かよく耐えたのは斬首剣すまんがあと一回踏ん張っとくれ決めるぞリーラック六層飛べアンドリア行くなマテリアルフォーカスからのフォートレスブレイカーいや、ドリキファイルバンカー決まったな